工学部機械システム工学科です。今から配信をスタートします。ここでは 3D プリンターを使った造形物についての展示をしています。今回説明していただく鈴村先生です。よろしくお願いします。まず 3D プリンターについての説明をしていただけますか。機械システムの鈴間と申します。よろしくお願いいたします。それでは 3D プリンターについて説明したいと思います。こちらのブースでは、生徒さんの方に実際に 3D CAD を使ってもらって、設計してもらい、それを造形するという、体験展示を行っています。こちらの方が、その 3D プリンターになります。これは一般的な熱溶解積層方式と呼ばれるもので、樹脂を溶かして積層していくタイプの 3D プリンターになります。他にも 3D プリンターにはいろんなものがあって、例えば石膏を着色して接着剤で固めていくものであるとか、それから紫外線で硬化する樹脂を使った光造形によって行うもの、それから最近の流行りでは金属粉末を焼結させて造形していくという金属プリンターも存在しています。今回使用しているのはこの FDM と呼ばれている熱で樹脂を溶かして造形していくというタイプのものになります。樹脂もいろんなタイプのものがありまして、今セットしているのは短時間でできる PLA というポリ乳酸という材料を使ったものになっています。通常はこちらの方にある材料で、これは ABS と呼ばれている自動車やプラモデルとかのプラスチック製品なんかで使われている材料を使って成形していっています。実際にこの造形していく過程を実際見ていただこうと思います。まず造形したい3次元データを 3D CAD で作成します。例えばこのようなものを3次元データとして作成したとします。これを 3D プリンター用のデータに書き直し、ソフトウェア、CAM 用のソフトウェアに流し込むと、G コードといわれるプログラミングのコードを作成してくれます。こちらのコードがこれになります。こちらでは例えば、熱によって樹脂を溶かしていきますので、その時の溶解の用の温度、それからそれをこのテーブルで積層していって固めていきますので、その時の保温用の温度、そういったものすべてがこちらの G コードの方に書かれています。でさらにノズルが動く位置を X 方向 Y 方向 Z 方向で指定していきながら、さらには樹脂をどれぐらい押し出していくのかっていうのをプログラミングしたものになっていますので、こちらの方によって実際に積層していきます。その過程が、これが一応今 G コードの第1層目を、書いたものになります。ちょっと1層目だけ見てみますと、このような形で樹脂を動かしていって積層していって1層目が完成した形になります。この上に2層目3層目という形で積層していきます。例えばちょっと今回の、使っているものは比較的厚みがありますので、中を詰めていくと時間かかりますから、中を中空にした形になっていますので、このような、いわゆる蜂の巣のようなハニカム構造と呼んでるんですけど、外側はしっかりと樹脂で固めているんですけど、中だけはこのような、中空といいますか、スカスカの状態にして造形をしていると。さらに上の方に文字を書いていますので、こんな文字なのかも全てこの G コードで記述されて、この手順に従って樹脂を積層していくという形で書いていっています。で実際にその加工している形がちょっと一時停止で止めてはいるんですけど、再プリントします。
では、ちょっとうまく動かないみたいなので、鈴村先生にこの機械について質問していきたいと思います、はい、この機械は普通のよりちっちゃめなものらしいですが、この機械は、生活の中ではどういったところに使われていますか。先ほど説明しましたように ABS 樹脂はさまざまなプラスチック製品に使われていますので、まあ、家庭で使っているいろんな、まあ、プラスチック部品を作ることができると思います。実際には 3D CAD は、フリーウェアのものもありますので、そういったものを使って造形していけば、家庭でもこういったプリンターがあればさまざまな家庭で使うプラスチック製品を作ることができると思います。ありがとうございます。あともう一つ質問ですけど、このちっちゃめな 3D プリンターはお値段一体いくらくらいするのでしょうか。これは国産の、日本の国産メーカーが作ったものになるんですけど、これ2号機か3号機になるんですが、だいたい20万程度になります。でこれは一般的な家庭用のプリンターでして、業務用のものは、まあ、それの10倍程度するようなものも存在して、実際に、ここにあるいくつかの加工品は、こちらの家庭用のもので作ったものもあれば、そうじゃないものもあります。はい、ありがとうございます。ちょっと大学生には難しいね、はい、では、こういったコンピューターを使ったモデリングに興味がある高校生の方は、ぜひ機械システム工学科に進学を考えてみてはいかがでしょうか。これで配信終わります。工学部機械システム工学科の配信をスタートします。ここでは 3D 顕微鏡で物の表面を見てみようというレーザー顕微鏡の展示を行っています。こちらの先生がここの展示を担当していただいているワン先生です。よろしくお願いします。それではここの展示の内容を教えてください。はい、ワンです。これからですね、レーザー顕微鏡を使って、それを原理と実演について、簡単に説明したいと思います。こっちに立ちますね。レーザーということは非常に長くらしい英語の略称なんですけれども、このレーザーということはこの4つの特性あります。コヘレント性高いこと、単色性いいこと、指向性鋭さいいことですね、軌道性非常に高いことですね。そのような4つの特徴がありまして、その4つの特徴を生かして観察するには、1点だけのことを言うと、このレーザーですね、1点から発してレンズとして1点集中するというような非常にいい利点があります。それでは、今日紹介するのはレーザー顕微鏡は模様はこれですけれども、まあ見た目は非常に簡単ですが、中には非常に精密なものになります。こっちの方は原理の説明になりますけれども、この緑色のものはですね、立体のものと思ってください。こっちの高さの情報入ってますので、この、例えばこの点観察するには、まあ、複雑なレンズとしてですね、ここに結合するんですね。この点だけ見えます。でもしその下の部分を見ようとすれば、この点はですね、そのままでは結合このくらいですので見えません。じゃあそれ見えるためには、これを上に移動してこの焦点のところにしていけばこの点を見えますね。そのような概念になりまして、一つの動画を見ていきますけども、これは一点見るためにはここですね、これはちょうどいいんですけど、その下の部分見ようとすれば、ちょっと少し上に行くんですね。これ上に行ってこれも上に行くんですけど、下の部分も見えるようになります。繰り返しなんですけども、この点ですね、上に行って上に行ってですね、そうすると非常に明らかになるのは、この全部の高さの情報入った形状が出てきます。合成していくと、この形状とこの形状一緒ですね。この高さですね、立体はそのように見れるようになります。で今日ですね、何実演するかというと、この10円玉ですね、裏の
平等院法とですね、京都の、あの国宝なんですけれども、ここでちょっと小さいものは何かですね、法なんですけれども、その顕微鏡を見てどのようになるかですね、実際やっていきましょう。こっちの方です。この実際の顕微鏡のことなんですね。今映ってる画面は、あの法なんですね。ちょっと小さく見えますけれども、これをズームアップしてですね、このレーザー出して、観察するには、上下の高さの糸がありますので、ちょっと精密にはですね、若干、糸の範囲をまず設定、します。下限位置と上限位置設定すると、今実際もう観察入りました。それで、ステージか上の部分ですね、高さのところを動いてるんですので、これ見ていくと、一番低いところからだんだん上の方に見えるようになります。それ今はですね、たくさんの写真ですね、このパソコンの中に保存しています。今まだ測定中ですね。だんだん観察の焦点はですね、上に集まるようになっています。少しお待ちください。で、今観察終わりましたですね。それで今は何やってるかというと、たくさんの写真は立体の情報になるように合成しています。合成中ですね。ちょっと立体感が少し出てくるようになりますね。データ処理終了です。それで、立体になるようにこれ見ていくと非常にわかると思いますけれども、あのノイズ入ってるんで、ノイズ除去をすると非常に立派な写真が出てくるはずですね。このようなものですね、見えますかね。それで、こっちの方だとすると、まあ、プロフィールですね、高さと幅のプロフィールを入ってるんですけど、例えば今止まったところで、幅どれくらいかちょっと見ていきましょう。今ね、幅は459マイクロメートルになります。高さ見ていきましょう。高さは72マイクロメートルですね。分かりづらいと思いますけれども、人間の髪の毛は約50マイクロメートル、それに相当する厚さが持っています。そのようなことになりますね。いいですかね。はい。じゃあ、私の説明は以上です。質問なんですけど、この機械はどういった研究に使われていますか？説明、しなかったんですが、我々機械システム工学科ではですね、機械のものづくりには機械加工と精密測定はものづくりの二輪として働いています。それは機械加工としてですね、この装置使って、いろんな測定できます。例えば今ですね、ウォータージェットを加工したものの模様ですね、この段差どうなるかですね、この一点です。もう一つは、私実際やってるのはステレンス鋼 の、 耐久性の研究なんですけど、これは腐食ですね、ステレンス鋼でも腐食しますので、この小さい穴がいっぱいありますから、このような穴の深さ素人をすると他の手段ありません、これしかありません。これ分かると、その耐久性ですね、残った寿命どれくらいあるか、あるいはこの、材料ですね、もうちょっと性能を上げようとしたですね、そういった程度非常に大事です。残りはね、まあ、他にもいろいろあるんですけども、そのようなね、新しい開発された材料ですね、見ていろんな粒詰めた材料ですね、この顕微鏡を使っていろ、まあ、んな情報を集まっています。ありがとうございます。もう一つ質問いいですか？はい、はい、先ほど髪の毛の、大きさも測れると聞いたんですけど、それより小さいものって測れたりするんですか？いい質問ですね。これはですね、この顕微鏡というと必ずこの分解能ということかですね、そういうの話になるんですけど、この分解能から言うとこのようなことになります。今の顕微鏡だとすると水平的な分解能は 0.12 マイクロメートルまで観察できます。それで垂直ですね、 Z 方向の方は0.01 マイクロメートル
観察できます。この装置としては、まあ、1万7000倍ぐらいで観察できるものになります。まあ、ちなみに、このマイクロメートルは長さの単位なんですけれども、どれぐらいものかというと、0.001mm ですね。非常に小さい単位です。よろしいですか。はい。はい、ありがとうございました。機械システム工学科では今のような先端技術を取り扱った面白い研究をしています。ぜひ興味があれば機械システム工学科に来てほしいなと思います。それでは以上で配信を終了します。ありがとうございます。